はい、9月26日月曜日ね「はい、子どもの、ね、料金問題ね昔から経営者を地味に苦しめますよね」はい、角刈りの先生毎度毎度ね「子どもは可愛いし好きなのですが子どものカットをしても売り上げ上がらないしその他もろもろデメリットが多いので子どもね新規の受付はとうとうやめましたよ。今来ててる子供だけやってみんな高校卒業したら そのタイミングで子供料金を大人と同額にして新規受付開始する予定です、まあ、やってるねこっちがねおっさんになるとね、まあ、親もね大体大人になってくるから多分誰も連れてくる親はいないと思いますそういう世代じゃなくなってくるよねお客様もねはいついでに六根先生キッズどころかうちは昔から赤ちゃん筆の受付をしているので大変です 小学生より値段は高くしてます子供は子供のやり方がありまして大人と同じようにやってはダメです子供には子供のやり方があるどういいんだろうねま <laughs> 小学生の男の子なんかのねあのスクールカット毎月毎月来る子ねこういうのは割引いてもいいなんて言ったけどこれは動かない子限定ねやっぱりねいくら毎月毎月ね来てくれてもね動いたいさもう 指切っっちゃったですかね危ない子あと襟足くすぐったくて切らせない子そうなるとねいくら毎月来ててくれても大人よりめんどくさい見てる親も申し訳ないなと思うはずだよねそのファミリーがね家族全員でみんなで来てんだったらいいけどねあの安いからって子供だけ連れてくる完全にね美容師さんも、まあ、床屋さんもバカにされてるよね <laughs> あとねうちあたりになると。 もう子供を連れてくる世代の親は少なくなってほとんどいないね。その代わりね、孫を連れてくるね。子供のカットね、キッズね。まあ、男の子はまあ、10歳以下の場合は、とにかく我慢できないで動いたり、切りにくい子ってのが多いしね。女の子は結構我慢して動かなかったりするけど、まあ、髪の毛が多かったり、多分バッサリ切る子が多いよね。 5センチ切ってくれ1 0センチ切ってくれ1 5センチ切ってくれって,れって,れてねどこまで切っていいのか最初からわからないみたいにねで親もね気心が知れてればねどのぐらいすくるのったらいや適当にすいとけばいいよって言うかもしれないけど、まあ、そうじゃなくてね初めて来るようなお客さんだと疑い深くねどのぐらい切っていいかわからないどのぐらいすいていいのかわからないね切ってみなきゃわからないとかね泣いてもいいから切ってくださいみたいにねちょっとやりにくい方って多いよね。 まあでもねそれに見合う報酬をもらえればね、まあ、大人より面倒くさきゃ大人よりプラスアルファまあそれならね歓迎できるんだけどねまあ結局最後はお金だよねお金。<laughs> ね <laughs> きれいこと言ってもお金だよねはいお疲れ様でした。